B。はい、どうも。ひょいさん、さとこさん。困った。いらっしゃい。所長さんはコツです。はい、いらっしゃい。不安だったから何度も F5 してもうた。申し訳ない。合わせなくていいか。電池1個だけ入れるかな。あら ?3 月って。湯川専務、追いかけるゲーム、するんすね。和子、ああ。なんかめんどくさくなってきた。1時21時30よし。井出さんいらっしゃい。あとはイヤヤの方とコロナ禍さんいらっしゃい。よし。チームやりたい。やればいいよ。シーマン期待。シーマンはやんねえなぁ。コグさんいらっしゃい。この戦いには、でかい。絶対に勝つ。セーブデータあったのかな。オープニング見よう。オープニング忘れてた。波動拳打つやつみたい。何がやりたくて代わりだの、その人は。ダメだよ、なんか、代わりになるもの。へえ、引っ越しかい？ない。毎回やらない、やるようなやつは控えめにしようかなと思ったけど、これやってないよなってちょっと。まあやるものもあるけど、今回も変わらずやると。先に言っとくけど、プレタク1はやりません。滑らかなのね。プレステ2にかなり近いかな。このゲームってスペックとしては違うわ。どやヒカピーさんいらっしゃい。何を知っている。運転アパートのリフォームでしばらくその部屋に寝泊まりしました。ね、スポーンのゲーム好きだった。スポーンな、俺はあんまりハマれなかったけど、4年地で結構やってたのに。ロードスしたい。ロードスはやってないな、確かに。ロードスちょっと養生テープで貼ろう。ケーブルがすぐ外れちゃう、コントローラーから。この曲なんなん。上から来ると気をつける。上から来るやつもやるな、多分。あ、オッケー。モータルコンバットだったら体バラバラになる落下。よし、オッケー。いいや、これで。偽物、よくも。さっきのとかデッドアライブって昔こうなんか全裸の霞だっけ、このキャラ、あ、このキャラじゃねえよ、全裸の霞がどうだろうって問題になったけど、あれは代わり種はあるね。最初にやっちゃおうかと思ったけど、とか最初に本当はそれがメインだったんだけど、ちょっとゲームを普通にやりてえなと思って用意したら、あ、これもやりたい、あれもやりたいってなってコーナーっちゃいました。で、最初デッドアライブかなと思って。さあ、波動拳を見たい。あ、こいつが打つのか。まだ柔らかエンジンは積んでないのか。積んではないね。柔らかエンジンって本当にそんななんか立派なもんなのかな。そんな大したもんには思えないんだけど。エンジンって言っていいのかな、訴えてみようかな。エンジンっていうほどのもんなんですかって。揺れ方ちょっと工夫しただけなんじゃねえかと。ちょっとか、古代広告。この頃の霞の声は丹下さんでしたっけ。へぇ。正直このくらいの揺れ方で十分な気がします。いや、俺スペックは必要ないと思うんだよね。揺れ方って揺れ方だからさ、派手に大きく揺れればいいってもんじゃない。
ただやっぱり地味すぎると分かんねえってのがあるのかもな。鉄拳5とかが揺れ方はうまいけどやっぱ地味でよく分からないからね。ああそうか、衣装ね、衣装。いやー俺でもデッドアライブって初代は完全男キャラしか使ってねえからさ分かんないんだよね。このゲームの売りである女キャラがあんまよく分からん。3は空中投げが好きだったな。でも3の空中投げってなんか後になくなっちゃったんだよね。確かまた復活したかもしれないけど。立つ、ああえ、どれさばきボタンだ。あこれ投げ、あどこ、ここから落ちれるかな。落ちれないんだ。あやめはのソウオロチニにも出てきたな。あここ落ちらんねえのか。あっちか。これが蹴りだ。いやどっちだ。あっちか、あっちか、あっちか。ちょっとどうやって動くんだっけこれ。あ分かった、アナログスティック。いやてか体力多いな。一旦死んでもろう。そこだそこ。これ以上困らせないでくれる。え、わ、おい人、いい。ダルクで戦乱カグラにも出るとか。はあ。戦乱カグラってどうなったんだ。あ、プレステ4版なんだっけ？なんか脱げちゃうやつ。あれはなんで脱げちゃうの？あ、これ連続だけか。うわ、わかんない。あ、いやどうしよう。連打しで入るためだ。だらしない。さばきがわかんない。さばきがすごいわね、ここまで来るなんて。あなたが、さーてね、お前がお母様。そうだ、ああ俺こっちかよ。俺右か。あれなんで痛恨なの俺。はい坊さんいらっしゃい。デッドライブ放送では多分オープニングは見たことあるけど、プレイは。お母様をどうしたんや。お母さんも殺す、なんかオペラ中に殺したみたいなやつ。なんでもっと静かなところで殺せなかったの。ああ死んだ。死んだ。お母様をお父様に変えた。自分の意思じゃねえのそれ。おう、ちょっと待って、これあ、これか。はい、よいたいしてるな。こうか。格ゲーやると同時にもゴリゴリの男キャラ使っちゃう。俺はデッドライブはバイマンとジャンリーだっけ。行け、あれが持ちキャラだったから、ね、あいつらの連続投げと、あとはなんだ、いろいろ強い攻撃。自慢の歌も聞けなかったのね。ちょっとやくドリキャスもなんかプレス2とね、比べられてその頃プレステ2の方が解像度が低いとかいう話をさしたところでさ、プレステ2をねなんかこう支持する人とかには全く理解ができなくてさ、まともに喧嘩もできないかったじゃない、プレステ2勢から。そう、海外で出してるのかな、出してたのかな。あーダメだ、わかんない。画質がえらい悪いな。あなたはいつもヒロインだった。寒そうだな。おおい、なんか言ってやるよ。浮いちゃった。ああ上なのかな。ブルブル、ああ取れない。ああ危ない。冷たいよ絶対。寒いよ。どこなんだよこれ。邪魔させない。私は甘く見られたものね。ゲットレディー、ダメだ。おう、わこっち、どうしたのランネーちゃん。ランネーちゃん、あそっか。なんかずいぶん子供っぽくね。
あやねがらん姉ちゃんか。背中に雪入れた方の勝ち。お、避けた。あー、減らねえな、受け身か。ルーンさんいらっしゃい。この戦いには絶対に残念。これが丹下か。強そう。どうして。本当だ。私も甘く見られたものよ。本当だ。誰だろう声優ってちょっと思ったけど、そうか。蘭姉ちゃんか。あぶね。確かに蘭姉ちゃんやわ。の。カードキャプターと蘭姉ちゃんですね。音量がわかる。はい。どあーこれど。蘭姉ちゃんは研修で邪魔させるからな。え？さあ避けんのか。研修陥没させるからな。避けるのだ。避けちゃうか。見てから避けるでしょ。見てから余裕。何を叩き割れるって。車のガラスを膝蹴り。体重乗せればはいけんのかもしれないけど、どうなんだろう。何トリビアって。蘭姉ちゃん。なんでそんなに蘭姉ちゃん情報豊富なんだよ。蘭姉ちゃんおかしいの。あの高校なんか高校生だということを忘れるよな。空手やってんだよね一応ね。蘭姉ちゃん基本人材だよね。それ以外はどんなエピソードがあるんだよ。ああやる。蘭姉ちゃんは空手映画ってこんばんは。親父は全然やってないんだよね。はいこんばんは。いやいやの方いらっしゃい。親父も意外と強い。そうなんだ。蘭姉ちゃんの蹴りが仮面ライダー5のクリムゾンスマッシュの何倍かって聞いた。どういうことだ。クリムゾンスマッシュってどれ。ライダーキックのこと。太でビンが切れる。両逆さきダメじゃねえか。あ、そうなんだ。へぇ、やるんだな。へぇ、ね、さあ、あれ骨入ってんじゃない。ファイブもかなわないのか。落ちろ、落ちた。すげえ地味な落ち方して、なんかやだな。自殺、飛び降り自殺の人をカメラで撮ったみたいな。ああ同級生犯人だったやつだよね。それが俺の野生だ。同級生が犯人だったやつを。おっちゃんは柔道強いけど入れ込みすぎのせいで大会で低下です。へえ。あとは友人の彼氏が蘭姉ちゃんと同じかそれ以上の人がい、無人試合なら柔道に。あーなんかあの変ないたよな。柱を柱を蹴り倒してそれをなんかそのシーソー代わりにして飛んだりとかする。あれはわけわかんなかった。バキにも出れるんじゃねえかってレベル。灰になる、どういうこと。無人試合なら無人試合ってどういうこと。あれで県大会レベルだっけ。どんだけやべえやつがいっぱいいるんだよ全国。同級生の犯人の声は原作的にシティハンターの。ああ海坊主。一時期の勝見よりは強そうだな。そいつは合図天窓から飛び出たやつ。あれで県大会レベル。それはラン姉ちゃん。最新作のボスは女全部なんだっけ。そうね、エロいやつ。嘘ってよくわからん怪物だよな。そうね、なんか外人説があるよね。白人説。全国は球団弾き返すぐらいならできそう。何弾き返すの。ウィンブルドンもどうなってるの。球団跳ね返す。ブロッキングで跳ね受けるんじゃない。ノーダメで。削りもなし。トワイスからミの進化は当時ゲーセンで愕然としたわ。そうね、まあバーチャワン2の感じだね。あ、いやでも元が2に近いのか。全国レベルは手段を受けます。フテニプリ世界のプロは特殊能力無効化がデコだから。そうそうそう、あのいやテニプリのプロはみんな普通にテニスやってるよらしいよね。コナンの世界は誰が言ってたんですか。坊さんが言ったのかな。関係ばっかなのよね。風が語りかけます。違うとか。クリアしたわ。クリアしたら衣装増えるじゃねえのか。これなんだこれ。ピクチャーレベルで大きし脱いでるし。もう何そのクーガのラストバトルみたいなの。え？全国レベルだと空飛んで玉打ちまくるんですね。ドラゴンボールのあれじゃん。悟空たちの世代の天下一武道会。
最近板垣ってゲーム作ってたかな。板垣は作ってるよね。作ってるけどなんか形にならない気してきたよね。テニプリの世界のグランドスラムはアストロ球団ばりに死人が出ると思ってましたわ。分身とかでいいんでしょ。デビルズサード作ってるよね。作ってる。つまんなそうなやつ。期待はしてやってもいいけどって感じのやつ。出んのが5年遅いやつ。いやーでもほんと今時さ、質の高いゲーム FPS とか TPS なんかも出ちゃってるからさ。作中で実際に心臓止まったしテニプリ。そっか、死んでんだな。試合回数3回。忍者大戦1はよくやったと思ったが、1は良かったね。1だね。ほんと1。マリオさんいらっしゃい。1しか良くなかった、正直。あとやっぱ忍者龍剣伝といえばゲーセン版だよな。タカさんと神回敵まで吹っ飛ばされましたからね。誰タカさんって。ガチャフォースぐらいゲームとして面白かったらすごかったんだけど、レンジぐらい。はい、おう。もうすっかり忘れたわ。でかでかす、でかいスナイパーライフル、ドラグノーズ当たったし、どうやって殴るんだっけ。あー、近い。取れない。取る。取るやつ、取るやつ。これスポーンみたいなやつ？そう。スポーンより後に出た、レンジとスポーンの間みたいなゲームかな。ちょっと近くて見えねえよ。ほっ、あー、そこ当たっちゃうの。1ヶ月に1回くらい冷たくが無性にやりたくなる。うん、あ、そうそう、いらっしゃい。ちょっと落ち着かなかったですよ。いや、なんかこれいつか面白くなるって思い聞かせながらやってたな、当時は。最初からちょっとエグいの武器。やばい人の笑い方。当たった。壊れなかったっけ、これ真ん中の。メガミュージシャン勢は豪華なんだよな。そうなんだ、サントラがだからやべえことになってんだよな、これ。サントラが嫌に豪華って。ダメか。2発ぐらい止めて燃やせばいいの。あー、危ない危ない、ないよないよ。
和骨です。微妙に用ゲーブさあっち。あーソウル、ソウル、俺はどこ行ったの俺は平気なのか。急に上から目線になる。ハラちゃんいらっしゃい。お使えるのまだこれ。でも曲は基本曲ばっかりなんだよね。そうなのよ、いるよねこれ。あよし、まだあるの、まだあるの、当たってんのか。痛い痛い、サテライトキャノンか何か。そうそうそう、上から目線で。危ない。和骨ガンダム VS シリーズと聞いて。そうですね、そうそう、さっきその話をしてた。はい、よし、エマロンさんいらっしゃいヨタヨタしてるからこれ本当は4人でできるんだっけ。あ、よ、2人なんだね。見てる分にはとても楽しそう。うん、悪くないんですよ。でもなんかね、何か微妙に足らないんだよね。狭いのかな、マップが。クロノ、あ、違う、クロノトリガーじゃない、アウトトリガーってゲームがあって、トリキャスにマウスとキーボードを使って TPS ができるゲームがあるんだけど、しかもオンライン対戦で 8人ぐらいで同時にできたんだけど、あれはね、あれは良かった。普通の電話回線でやるオンラインなのに。マウスとキーボードを使った全く新しい。あはっ、うわ、嘘、当たった当たった。キンケル受け欲しい。終わっちゃったし。パワーストーンもカプコンだったっけ。そうそうそう、パワーストーンをもうちょっと TPS 寄りにしたっていうか、なんていうんだろうね、もうちょっと自由度を出した感じなんだよ。ただちょっとあんまりね、まとまりが良くなくて。うん、もうちょっとみん、でもスポーンなんだよな、もうちょっとみんなでやりてえっていう。とスポーンに近いよな、だからスポーンとレンジとかガチャポーズの間なんだよね、本当に。おお、来た、あ、来た持ちすぎだっつうの、片手でスナイパー、そしてキル。最初にやってる武器の性能差がひどかったやべえって。壊せる建物とか欲しくなるかも。ちょっとあるんだけどね、オブジェ的にはこういうのを壊せるから。あ、これは無理なのか、あの貯水タンカー。いっちゃいっちゃい、はっ、よし、今来た。これってヘビーメタルだっけ。チパオさんいらっしゃい。そうです、アシャさんもいらっしゃい。あ、2人来た。ここでやっと2人か。全然サイズ爆発で敵巻き込んだりしたい。ただあんま広くないのよね、マップが。出てる、あれ、これ6個書いてある。ガンダム VS になってた時に自分にともと盛り上がってたわ。ほう、なんでガンダムやんなかったの。おおおお、ちょっと待って、二人くんのきついな、これ。こいつからか、二人まとめていける。入るぞ。ない、すげー減った、わら、あぶい。ちょっと待った、ちょっと待った、くれくれ、あー落ちる、血出てる血出てる。あ、ソウルだ、来た。お前か、どこだ、もう一人どこ、あ、来た来た。いやー、ちょっと待って、一人死んだ、あー、バッカ、一人倒したのに。トリキャスでホラーゲームってどんなのがあるんですか。デスピリアとか、あとはなんだっけあれ、あ、鼻から、あ、鼻からさ、寄生虫入れるやつなんだっけあれ。逃げてるのこれ大変だな。
何やってんの。デスピリアってホラーゲームなの。わら。いやごめん、イルブリードか。ホラーゲーじゃないけど、なんて言えばいいんだよ。じゃあ説明してやるよ。もういいよ。緑だった。いやなんかメガテンのアドストーリー性が強いゲームみたいなやつだよね。バイオもエクスプレスね。あ、バイオね。正直なんか俺あんま怖いゲームがよくわかんないんだよね。怖くねえから。どれが怖いかと言われたら、ドリキャスでホラーってなんだろう。あ、リング、リングインフィニティ、あとこれ。じゃあこれだ。じゃあまずこれをちょ、礼儀もあるけど儀式としてこれを見ておこう。ワンコイン入れて楽しめたゲームだった。うん、これゲーセンのゲームだもんな。コントローラーのトリガーはこれはドリッ、ああクレタクで、あれは酔うゲーじゃない。酔うゲー、ああ D 色は違うでしょ。かわいいウサギちゃんを食べてまで生きる私ゲーでしょあれ。故障が一番の方そうね、言ってるわ。ゾンビリベンジも怖くはないっしょ別に。難しいわ。あ、これほっとけばいいんだっけ。あ、いや始めりゃいいんだっけこれ。毎回は毎回それ言いながら待ってると始まるからこれ。センブラ、とりあえずこれは見ておこう。チャオさんいらっしゃい。すっごく絞られたジャンル。これ怖いぞ。一作目の主人公の葬儀、そしてこの政治家、大物政治家が死んだかのような葬儀で始まるから。うわ、ただの高校生が。怖い怖い、もう。どんなホラーよりも怖いよ。葬式から始まるゲーム。いや、葬式のレベルが違うもん、これ。で、葬式。で、葬式って。オープニング葬儀って。オープニング葬儀。そして葬儀とは思えない格好のヒロインたち。そうなんだ。制服だったらいいんだろって思ったらこの派手な色。トリキャス最高。はい、145個目さんいらっしゃい。主人公人気あるんだな。人気があるんじゃなくて、なんか権力があるんじゃないのかな。との距離感か。だってこいつら同士は知り合いじゃないもん。各地にね、こう、ヤクザの若の葬儀でしたね。彼女がいて。お疲れ様でした。いやだって幹部でもここまでいかない。政治家とか何かしら政治の力が持った人とかじゃないと無理でしょ。誰ルートにするかで揉めるし、わこ重すぎる。わら、オツです。オツオツオツオピー。葬式といえば龍が如く、メガネイルやん。龍が如くものレベルだよね。バイトしながら全国で叩きまくる超人だからな。オツです。バイトしながら全国で叩きまくる。ほん、これはどこのどこを描いてんだろう。なんかやだ、踏切に走り込むとか。わこ、悲しげな音楽。なんで死んだんだろう。わこつです。それは語られるのかな。正直俺一作目普通に好きだったんだけどね。面白かった、ゲームとして面白かった。うわ、これやめて、これで死んだんだ。そっか、そんな描かれてたか。さとこさん、パンダさん、ひょいさん、コバルトさんいらっしゃい。コボルトさんじゃない。わこ、はい、アシャさん、コロナガさん、犬さんいらっしゃい。札幌、これわこつするんじゃ。ファンさんいらっしゃい。わこつです。みんな会う約束してた系の話なのかな。ほほほほ、わこつ。うわぁ。え、この日にみんなと会おうとしてたの。はい。そう、そうな。大事ゆえすぎる。大事故だし、大葬儀だった。大事だった。誰が得するんだ、このゲーム。わら、わこつです。なんでこれ声優がついてないの。北絵じゃない。北絵じゃない。センブラ2。全国ニュースレベルだな。よー。ちゃんと字書こう。ちゃんと字。死にまたしようとしたら天国に行ったでござる。しようってか、知ってたんだよ。がっつりしてた。エンディング。オープニング。待ち合わせしてたら事故が。ピカピーさん。シパホさん。渡るさんいらっしゃい。クレさん、ルセンさんいらっしゃい。葬式終わった。終わっ。いや、これ葬儀前。これこっから。こういう葬儀ってなんていうの。
国葬と聞いて。国葬か。そうなんだよ。だって誰も連絡取れねえと思うんだよな。前回の失態のせいで主人公を処刑された。いや、設定を一回リセットしたかったんじゃない？ゲームじゃないですか。知ってるせいで主人公を処刑された。あ、多分、天罰だよね、あれね。なぜか無人のトラックが、主人公だけを殺したという。ないよね。あんだけ目立つとなんかダメらしい。ない、うん、ないか。ああ、あるね。データイーストのね。テレビコーナーです。うん。まあ、どっちみち天罰に近いな、それ。前作主人公が前作でヒロイン攻略しちゃったから、新たに攻略し直すために殺したんだ。制作者の都合で死んだということだね。あのオープニングって初代でしたっけ？あのオープニングはね、あのオープニングでも出来めっちゃいいからね。落とすだけ落としてちょっとだけ上げる作戦じゃ。まあだからちょっとあれは別に俺叩く必要ないかなって思う。アフリカだかの国外で大人気らしいスネアのタイプの霊柩。なんかちょっとゴージャス感。ああ、じゃあ、じゃあ、帯が。ちょっと今日は普段あんまやんないやつやっていこうと思って。全員同時に落ちてたってことよね。そうよ。しかも、みんな同じ日に、この前見たよ。約束してたんでしょ、あれ。12カ国ってなんだよ。全国12カ所の女と同じ日に会う約束してたんだよ。ショボさんいらっしゃい。この前見たよ、あのタイプ。あ、見た？ないとは言わないんだね。ガッツの主人公もザ・ガッツ分身できたんじゃね。毎回変わる。最低3人は必要みたいな話。英雄じゃん。12人同時攻略。英雄っていうか全国だね。北海道、北は北海道。いやよ、ついてたのでしょ。米ではないですわ、こっわらわこ。そっか、いや、しょぼぞもいやよがつく時代か。あの霊柩車見たらどこの妖怪かヤクザかみたいに感じつつある。そうね、昔はよく見たけどね。今あんま見ないのは霊柩車が走ってないんじゃなくて、あのタイプの霊柩はビッカビカしてるけど、あのタイプの霊柩車がないだけなんだ。オープニングのキャラ替え面白かった記憶が。オープニングのキャラ替え、キャラ替え、ソウルキャリバー。なんかドリゲスがカツカツ言ってんだけど。わこつです。デスピリアやっちゃいました。デスピリアやってないな。やる予定もなかったけど、やるか。これ主人公なんだね。派手な葬儀でも、やる葬儀は自分で選べないこともあるからな。そう？嘘？マジで？もっとより濃くなっていってんだけど。まだこの頃のファミ通で流煙銃10万点は珍しかったな。珍しかったし、結構信憑性が高いと信用できたという。おお。マリカドミキャスのデスピリア好きくらい好きです。初代キャラってぐらい好き。あ、デスピリアの話してる。あれ、ゲスティブさんがいる。デスピリアやってない。デスピリアちょっとやるか。さっき話題になっちゃったし。キャリバーか。あー、バーカになっちゃうのか。めんどくさいね。正直これがすごい評価高かったのは、まあ納得はできなくないけど、俺はあんまピンときてないんだよな。なんかドリキャスの、PSP のソウルキャリバーはゲストにクレイトスさん。はぁ、ゲストキャラっていたな、リンクとか。やりじゃないよ、棒術だよ。やりじゃない、あ、誰がやりてたの。やりは殴るもん。あれ振り込んでも動くんだっけ。横振り縦振りができんだよね。やってみようかな。スポーンは Xbox 版じゃね？何作目？ 3? 何作目と言われたら何作目だ、あれ。あれが 2か。K8、スポーン、リンク？ドリキャス、あ、テレビこそいます。M8 さんいらっしゃい、ハラちゃんいらっしゃい。あれ？うん。K8 武器持ってんだっけ？下駄？なんか俺忘れてる。あ、うん？ こいつ強かったよな。何版？あー、キャリバー3プレステ2版ね。ヨーダは Xbox 360版だね。4作目かな。ヨーダとダース・ベイダーだよね。ヨーダは4あたりであった気が。うん。
ただヨーダ嬉しくなったな。ヨーダとダースベイダー戦えないってどういうことなの。ヨーダさんは4、うん、これなんかあ俺らこのシリーズどんどん嫌いになるな。一作あいやこれが一番好きかな。ソウルエッジが一番嫌いかな。派手だね。あれはフクロウ先生リアルファンみたいなのが気持ち悪くてな。フクロウ先生みんないいフクロウ。ドリゲスは名作多い。時代があんま良くなかったけどね。あんまり時代に巡らなかった。鳥頭のあれか、かっこいい技いっぱいやってるな。そう、誰がない。先生笑。ちょっと待って、これ以外に投げてる何勝手に落ちてんだよ。あー俺も笑わら。ああえなんか勝手に落ちてったけど、投げ技探してた。ドガン。へー木人。へーそんなんあったんだな。持ってる武器ですぐバレちゃうのにな。うわあ、いいね。PSO1 のカード版ってドリキャスでしたっけ。 PSO あー違う、それゲームキューブエピソード3だ。すごいね。はいチース。あら言ってなかったか。かわいそう。ゲームキューブか。キャリバーさんはバグあったけどスリープモードみたいなの面白かった。シミュレーション、あーでもスゴロクみたいなやつ。評価が高かったですね。満点だっけ。でもなんか俺はあんまりそんなには一生懸命はやんなかった。ちょっとフレームが不安定。ちょっと待って、ちょっと待って、こうでしょ。あ、こうか。おおとわあ、おおとこう。見たい。この頃のナムコは輝いていた。ID はクセが好きだったな。わら、当時の満点。昔のナムコはサービス満点だったのにな。時岡とこれ以外何か当時の満点。あとはプレステのプレステ12の絵の人のやつ。あ、ベイグラントストーリー。あれやってみてんだよな俺。アクション RPG らしいよね。なんかアクションとかタイミング RPG というか。ダメだけど、トリキャス枠あと20分あんのに絶対時間足んねえ。今日は5枠以上かかるのこれ。サービス満点プレステーションってシーンが。ああそうね。いや鉄拳とかもさ、すごくおまけ入ってたしさ、あんな今みたいなことにはなんないじゃない。当時って、いろんな要素がいっぱい入ってて、そうじゃないとね、文句言われるし、今でも文句言われるけど。できちゃったんだろ、さっき。あ、これか。レイグラ遊んだことない。あれ、いや、良さげなんだよな、なんかグラフィック的に。でもなんかベイグラントはあれはオール10点というか40点満点つくのはちょっとねえと言われてる。面白さ全然わからん。ほらそうでしょ。ねえ、なんかやっぱり完璧な作品っていうことではないって言われてるよね。ただやっぱあの時期のスクエアの勢いがあったからみたいな。ファーストン好きだ。ファーストン、あんまタルさんいらっしゃい。あんまあゲーセンでちょろっと100入れてやるぐらいのゲームな気がするが、それ以上は出せんって感じ。プレステ版の鉄拳3モード、そうね、エンディングも全隠しキャラにも全部ムービーがあって、うん、低い低い。あ、これいい技。違う、ファイナルファンタジー12ぐらいから低い方の点数しか参考にならない。あ、いやそうね。いや、何もかんでもレビューってそうでしょ。悪いところの方が参考になる。参考ってレーシングラフの勢いですかね。いやもうパラサイデブとか全部勢いだ。いやでもドリキャスでこれっていうのが、まあこれは点数なんだろうな。なんか背景ぶっ壊れてて、背景なんか背景バグってたけど、
デモンズが尖ってるゲームだから29点も間違いないのかもね。あーでもそうだね、だ万人向けのゲームではないもんな。確かにゼルダとかと比べたらそんな並ぶような点数ではない。あれ下段ってどういうの？違う。いやでも当時いつだ、いやこのクオリティやっぱすごいよね。ゲームとして 合うか合わないかはあると思う。俺には合わないけど、全部プレイしてからのレビューじゃない。正直全部レビューしてるかどうかよりもその人がちゃんと伝える力を持ってるかってことだ。てかまともにプレイしてるかどうかはでかいよ。ファミ通は正直言ってあんなもんプレイしてない可能性もかなりある。プレイしてなくてもちゃんと参考になる意見を言える人だったり、なんか遊んでる人の後ろで見てるベガダジ勢がレビューを書いてるみたいなレベルのこともあるらしいって噂を聞いてる。ただそれでもそれだけでも本当に参考になることを言える人は言えるから。でもそんなやつファミツにいねえじゃん。しあれはあれはちょっと別だもんな、問題が。いやあれではファミツを完全にもう価値をなくしたよな、クロスエビ。あそこまでは俺もいろいろこうなんだろう、まあでもあれはって、でもあれはそういうことじゃねえじゃんっていう話で意外となんとかね。このゲーム好きな人にそう、ああでも実際そうなんだよね。俺がゲーム屋の店員やってる時はその人がどういう過去にやったゲームで面白かったものとかで、その中から今遊びたいものはどういうジャンルのものなのかとか、そういうのを聞いてからやりたいゲームとか欲しいゲームを探して一緒に探してで買ってもらって、であれ面白かったですってもう一回来てもらうっていうのが仕事だったから。あれはね、やっぱこれが面白かった人はとか言うね、なんかイメージしやすいことを言ってくれれば。はい。何言っても最後にファンなら、手つければ OK みたいな。ナムコは全ての数字を基準にするの。クソゲーは容赦ない点数をつけるファミ通。まあでもいいんじゃないの、それは。ジャスト構造を勧めするようなのね。タコクスさんの不在が痛いの。ああ、はいはい、ジャスト構造。他よりもワースト300のが見たい。そうな。ファミ通はでもクロスレビューをつけてないゲームがいっぱいあるからね。全部をつけてるわけじゃない。え、何の音？ああ。タコ X とか渋谷陽一っていうのはさ、まあ無理なんだろうな、もうな。当時所長さんにゲーム選んで欲しかったわ。俺はだから、やっぱり、俺の知識でお客さんがまた来てくれたり、喜んでくれたりとかね。で、1円でも他の店より安く。で、実際買おうとしたものよりも安くてもいいから、喜んでもらうもの、と思ってたからさ、俺の店じゃなかった。言ったら。このゲームの出来の良さが本当にもうちょっと、おかしいんだよな。ESP。ESP。みたいなスタンスがブレないあたりが逆にすがすがしい。あれはあれでいいと思うんだよね。あれは別に衣装とかだからさ。歌とか衣装で本当に後から追加されたものだし、別に買わなきゃ買わないでいいものだからさ。アイマスはコア向けだからあれでいい。そう、あれはあれでいいんです。あれは値段が高かろうがなんだろうが買うやつがいるんだったらそれでいい。俺たちには関係ない。スタッフが昨日ぐらいに自分はクソゲー担当だったみたいなツイートしてたな。なんだそれ。あの人ファミツイタチ来ていつなんだ。あーやばい。ってシール貼って売ろう。あーうひゃー。このゲームのいいとこってプロを操作してやってるって感じがすごくするんだよ。変なとこで変なプレー。あ、この選手をプロの選手は扱っておお、マジか。ナメプー、まあ、うまいサラリーマンとかマジで。マジで。あー、おっしゃったよ。西野木さんいらっしゃい。あー、うめえ。さすがプロ。新マカ新カマとギレンの弾道だ。最初から入っているべきのものが入ってないものはダメ。スーファミのウルフェンシュタイン 3D レビューしてたからな。
ローリング、ローリングに何があかんだしねあいつ。よし、あやっぱりただのテニスゲームじゃねえ。これ前に出りゃいい、なんかコンピューターテニスとは違うぜ。あぶない、はっ、よい、いける、いけるか、よっしゃい。 NFL2K、 NFL ってなんだっけ、アメフト激戦、ほいっす、雲の、いいんじゃない、よーし、久々にリバウンドやりたくなる。あそこある、そこら辺の激しいゲーム今回持ってきてる。なんか水口哲也とかを無駄に高くしそうなローリング。すごくテニスっぽいわら。特に新カマはシリーズのメイン担当だったアリコさんのシナリオが有用努力、テイルズがいろいろとひどかったとかなんとか。今回テイルズめっちゃネクズでしょ。ステージ3がクリアできない骨太ゲーム。えテイル、ステージ3、ステージ3からがあれなのか、あぶねえ。おばさんやりたい。わー俺そう、ああそうだ、やりたい、やったことないんだよな、まあ、バーチャルの良さが本当に分かんない。ああマジか、ああバカじゃねえのこいつ。それは俺がずだダメだった、ちゃんと落下地点に入んなきゃいけない。ほい、うん、ヒカルも出てましたっけ。出てると思う、バスケットとアメフトは出てるね。あなんだ、え、テイルズの新作もう値下がりしてるのか。いやもうっていうかもう特よ、特に2000円切ってるよね確か。おら、はあ、テッドターンと答える遊びが一瞬だけ流れ言ったな。おらテッドターン。マジでソモさんセッパーは流行ったけど、おっ、うわお、4980円ぐらいやね、うん、そうだよね、やっぱ評判悪かった。あれゲーム的にはつまんなかないのかな。何の音で。テイルズは真の仲間だろうとか。おお。お金で買うものだみたいなこと。これで今3面か。動き細かいな。もう勝てねえの。土だしこれ。ああはいはい。いやーまるでテニスゲームみたいだわら。カメラワークが良くないとかって聞いたな。新作テイルズ。あ本当。よくない、マジかよ、そんなとこまだそこにあの、カメラはなんとかしよう、冒険しなくていいとこだよそのカメラはさ。うわ お前らってなんだ、お前らやるな、ネクズで、うんそうそう、でも3000でも十分安いよ、ちょっともうちょっと攻めなきゃ。壁には1個キャラが消えるとか。あ、え、消えるのはいいことだ、悪いことだ。絶対化するのなんとかしないとな。真の仲間と書くと一気に女神先生に。なんでこれやりたいな。お、よいしょ。メインが途中で退場。これの新作どうなってんだろうね。ダブルスが追加と女子がかなり追加。で、プレステ2とかで出てる。スポーツゲームって地味だけど遊んじゃうよね。トップスピンの新作まだ。スポーツゲーム、そう、スポーツゲームはやっぱりシンプルだからな、やってること自体はな。テニスゲーはもっと吠えさせるべき。いや、ちょっと吠えてるんだけど。女子は吠えるんだよ、人によって。相手を KO したら、テニプリのゲーム、プレステ2出てるよ。KO もあったような、ないような。こんばんドリーム。はい。マックスさんいらっしゃい。わこつ、おおおちょちょちょ、うわーだー、おー帰った、うよっしゃい、リプレイ見せてー、ダーツのゲームでしなさそう、わら、プレステダーツのゲームって海外にはないのかな。プロクラスになると全部無効化するからね。仕方ないね。松蔵頑張れ松蔵。このゲームもっとスパーンってオンしても良いのに、結構地味かもね。ただこれ海外ではイギリス、ね、どこで人気あんだっけこのゲーム。マジかこいつらも、じゃあバカ、バカないか、そんなその音違う。ダーツはミニゲームなら多いんだけどね、うん、一本っていうのがないのか、なるほどね。ペプシマンとコラボしないかな。何の話、ダックハント、懐かしい、ダックハント、おーえらい強く帰ったよ。あ、勝った。今何面？何面ってことだ。あ、ここから勝てなくなるってやつか。俺は勝てないと思う。お、なんか室内。屋内テニス。あ、いやい。ちょっと待って、音量ちっちゃい。あ、あ、あ、あ。
おっさんはワールドコート4人プレイだよね。わら、そうだよ、一度もやってなかった。徹夜でやったよ。無駄に、なんで徹夜する人だったのか分かんねえ。そういえば10年ぐらい前にボーリング体感ゲームとかできたな。アウト。ダーツの真ん中がたわしと言っても通じない世代で、真ん中なんだっけあれ。もうだってやってないよね。ボールが飛べて球だったりするんですか。何の話して、ちょっと待って、全然ごめん、もうね、ごめん、ダメ。あー入ったの。アーケードゲームの男性モンストリ、エゴマイは俺のもの。マリオテニスゲームGTAのテニス中、普通でしょ。ゴルフもあるよね。あべや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 べ、俺のせいだこれは。マリオテニス面白かったの。64のやつ好きだ、まあ、GB も好きだ。はぁ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 、あぁ、あんなうろうろしたらさすがに。でも上手い人は安定してクリアするから不思議。やっぱあだい、なんでなんで振ってる場合じゃない。てか俺ボタン一つしか押してない。いやーダメだ、これ。うまっ。マリオのテニスといえばバーチャルボーイ。ははは、おう、うまかった。偶然だけど、ここっよっよっ。はあ、GTA のテニスってコナンとルパンが RPG に付き合うデニムでしょ。みんなのテニスなんて売れなかったんやろね。みんなのテニスは略称が気持ち悪いからじゃない、ミンテニみたいな。あと時期がすごく悪かったです。あれはもっと早く出すべきだったね。あ、2年ぐらい遅かったんじゃない。すごく変な時期だったんだよね。なんかもうプレステ2で、あれ、ああいうの出されてもなーみたいな時期だった。ゲーム屋の店員的にはね、こんなもんいつでも出せただろうって、プレステ1の時から出せただろうってちょっと思った。でやってみてもそんなに、そんな遊びやすい、とっつきやすい見た目だったけど、そんななんか、ミンゴルほどのなんかなかったね、魅力はね。キャラが一緒なだけ。ロックスターゲームスのテーブルテニスも発売当時は。いや、あれ絶対俺、だから、あの卓球の試合でボロボロに負けて帰ってくる途中で、で、記憶をなくして、で、気がついたらベッドの上で、わーって、あ、昨日、卓球の試合の後何やったっけなと思って、ガレージに行くと、車に血がべっとりついてて、みたいな。そういうゲームだと絶対思ったんだよ。もう絶対そういう導入なんだなっていう。卓球選手がなんかやっちゃったみたいなのを探っていくみたいな。そういう話かと思った。ら、普通に卓球だった。危ない。さあ。あんまなかったソフト。いや、あるけど。あと、わあ、どれからやっていいかわかんねえ。あ、電池生きてる。所長さんすごいわら。いや、電池生きてないよ、これ。俺さっき入れ替えただけ。入れ替えじゃない、時間入れただけ。よし。電池は全部抜いた。多分。シーマン。シーマン。ひわいさんいらっしゃい。シーマンはやらんなぁ。シーマン。時間進めてやればすぐだけどね。電源入れるとメモリが鳴るのが普通。メモリ。メモリ、いや、ちょっと待って、あ、くしょ。電池って液漏れするから怖いよ。そうなんだよ、だから全部出しとかないと。対戦できるやつないっすか。え、できるんじゃない、あのムーブの、プレイステーションムーブのあれで卓球でやれば。面白かったよあれ。まあ、シーマンってあれ何言ったか言ってたのか、結局何言ってたか分かんなかった。電波少年のナスビのやつ結局買わなかったな。電波少年のナスビのやつ、ネジ体制を奪めろ。買ったけど買わなくていいんじゃない。ネジ太平洋見ようかな。マンシン呼ぶと業界みたいに言うなと返すとか裏技あったな。ドリキャスのプロレスゲーム好きだったんだけど名前が思い出せない。後でやってあげる。あ、そのジャイアントグラムじゃないのかな。ジャイアント海外のプロレスかな。何これ。闘魂列伝。闘魂列伝か。モベボッチ。ロイヤルランブル。そう、ロイヤルランブル。ロイヤルランブル、闘魂列伝、ジャイアントグラムだっけ。で、電話線抜いて、つなげる。動きたい、わらわら。うおっていうの。
池たけしだ。池たけし。池たけしっていう。池たけしってあれ？歌作ってる人だっけ？ね。もうちょっとなんか萌えキャラとかにしたらもうそれだけでそれビータ出ててねえかそれ。バイバイ。これ聞くとプレステ2版聞きたくなるんだよ。ドリキャス版もあったよね。あったあった。バイハドソンで本当にバイバイに、バイ裸にオーバーオール、その昔やりよるこの様子。この絵描いてる人は見ないな最近。バイクがあったね。あったね。でどのゲームのプロレス探してたのか分かんない。通勤でかい。トマック、トマックはプレス2だね。謎の動きだね。デスクに消防ゆかりの地は出てくるのかな。ゲームデスクリッツ、なんかそんなばっかだな。実はプロだけだな。声は普通じゃない。この絵誰かと思ったらダイアリオ詩人先生か。読み方がわかんねえよ。ひろつめそうわとか入ってる。農民騙しやすいからちょろいよ。オレオレ詐欺はちょろいよ。農民騙しちゃーん。お疲れ。じゃないっすか。3はどうなったっていうか、1のパソコン版どうなったんだよ。無料で配ると言われてたやつ。出てくる店結構の会社が今すごい廃屋っぷりらしくて、廃墟みたいなこと。広い王子、あ、広い王子事務所。おつキャラクター、これのフォトメモリーズ持ってるわ。フォトメモリーズ、俺イベント行ったことあるよこれ。このゲームキャラ絵は好きなんだけどやらなかったな。やんなくていいみたいな手口だとみんなやられるわきっと。いや道民に限らずやられてんじゃねえかよバカ。オツです。オツ達成です。オツです。オツです。このゲームはちょっとあれだな。だけでなんかプレイする気にはなれなかった。わら。オツでした。オツ。オツ。お疲れ様でした。オツです。オツ。オツでした。やっぱあんまりドリキャス、そうだな。次枠です。オツ、はい。ちがなんだっけ、何を俺をやろうとしてたんだっけ。そんなに言うなら持ってこよう。オツでした。オツです。デスピリア。次枠はデスピリアで。お疲れ様でした。ちょっと今から撮ってくる。